車へ乗りました。次は岡山です。私は近畿線は4番乗り場に到着いたします。岡山から乗り換えの案内をいたします。新幹線新大阪東京方面23番、24番乗り場。広島福多方面21番、22番乗り場。新幹線ご利用のお客様、後ろ行きの階段ですが、またエレベーターから2階新幹線乗り換え口にお越しください。この列車は前3条3号線瀬戸を分け、上堀方面、普通の愛用に行きたい。この列車の後ろ3条は次の岡山で切り離し、回送列車となります。気づいたらご乗車はいただけませんので、お気をつけください。岡山から先、瀬戸を分け、上堀、愛用方面にお越しのお客様、この列車の前3条にご乗車ください。上堀から中京本線に入ります特急スーパーイナバー5号鳥取行き3番乗り場。瀬戸大橋線小島宇多津方面。快速マリンライナー21号高松行き6番乗り場。特急塩風7号松山行き8番乗り場。普通列車観光地行き7番乗り場。特急南部7号、宇都昇11号、高知、徳島行き、6番乗り場。この方面をお越しのお客様は、8番乗り場のマリンライナー23号、高松行きで茶屋町までお越しください。茶屋町から宇都行きです。赤穂線最大日稲瀬方面、晩市赤穂行き、3番乗り場。津山線神奈川、福岡方面、宇都津山行き、9番乗り場。桃太郎線備中高松方面、総社行き10番乗り場。今日も JR 西日本ご利用者として、ありがとうございます。ご利用の際のお客様、傘などお